馬領は中華民国の軍人。はじめ北京政府暗記派。後に中華民国臨時政府、南京国民政府に属した。海賊。自由は指定。なお、新末から民国時代にかけて活動した教育家、学者、政治家で副大工学所代校長の馬領とは別人である。北洋武備学堂を卒業。1911年には、 北洋第五人第九共強党に昇進している。中華民国成立に伴う、軍改装後も、そのまま、第五市、第九旅旅町に止まった。以後、三東第四十七根性旅旅町、災難鎮守市を歴任している。1916年6月の遠征外市後は、断基水率いる暗記派に所属した。九百十八年、三戦軍、第二市長。 変貌軍、第二子市長を歴任した。しかし、1920年7月の安直戦争で失脚した。1925年に北京政府軍事顧問となる。また、1933年に国民政府の軍事参議院参議となったものの、外して不遇であった。1937年の日中戦争勃発後、河北が日本軍の手に落ちるとともに、馬領は、 災難維持会会長として日本に協力した。1938年4月、中華民国臨時政府の下で処理三島省省長となる。翌年1月に党を青曇りに譲るまでその地位にあった。王朝明が1940年3月に南京国民政府を樹立すると、河北政務委員会委員に任命された。また、国術協会を組織して自ら会長となる。 自らの邸宅に数十名の居候の武術家を置き、道場を設けて後輩の指導に当たっている。1945年8月の日本敗北後、馬領はカンカンとして国民政府に捉えられる。1947年、山東省災難市で告示した、去年73、ありがとうございます。